ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、平和こと平井和隆です。先週まで10月14日の心の授業講演会で私の一人目の師匠の佐藤義直さんがお話ししてくださったお話をしてきましたが、あの日はもう一人、私の二人目の人生の師匠木下晴弘さんも素晴らしいお話をしてくださったんです。ということで今日からは木下晴弘師匠に教えていただいたことをお話します。10月14日のあの日、木下師匠が話す前に私が20分だけ喋ったんです。木下師匠の紹介です。その時私はどうしてもこのお話をしたくなっちゃったんです。この番組でも10年ほど前に一度だけ話してますが、多分覚えてる人はいないと思います。15年前に初めて木下師匠の講演を聞いた時に話してくださった感動的なお話なんです。感動的というのは、ちょっと前に話したディズニーランドの命の最長のような感動的なお話というのとちょっと違います。私が感動したのは、そのエピソードを通じて木下師匠が伝えるそのメッセージに感動したんです。つまり木下晴弘という人間の人間性に感動したんです。実はこのお話もディズニーランドでのエピソードなんです。アメリカのディズニーランドです。ある日お父さんと女の子がディズニーランドにやってきました。女の子の名前はナンシーちゃんと言います。ナンシーちゃんはディズニーランドのキャラクターの中でピーターパンに出てくるフック船長が大好きなんです。なぜかフック船長なんです。だからフック船長と写真を一緒に撮りたくて行列に並ぶんです。するとだんだん順番が近づいてきて、いよいよナンシーちゃんの順番が来た時に、なぜかわからないですがフック船長が突然そこからいなくなってしまったんです。やっと大好きなフック船長と写真が撮れると思っていたナンシーちゃんはわーっと泣き出しました。その様子を見ていたディズニーランドのキャストが、いかがいたしましたって来たんです。お父さんは怒りましたよ。これはどういうことだって。やっと順番が来たと思ったらフック船長がいなくなっちゃったじゃないかって、そりゃ怒りますよね。さあこの後キャストが取った行動とは。ごめんなさい、時間です。続きは来週です。絶対聞いてくださいよ。ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。